うまい用心棒の話があると聞いて来てみりゃ他の野郎に取られた後だったとはな。まったく大した無駄足だったぜ。張飛、あざなは欲得。燕の国であった幽州卓郡出身であることから燕飛と張飛と名乗る。豪放雷楽な生粋の戦士でその猛勇に並ぶものはない。だが今はその腕を生かす場もなく、ただ放浪を続けていた。くそ、どっか酒屋でもねえか、思いっきり飲んでやら。何の騒ぎだいこりゃ。王に任せ、皆を脅かす黒金刀を打ち払う。我らの手で村に安寧を取り戻すぞ。協力に感謝する。私は龍玄徳、そなたらのような異常夫と戦えて心強い。拙者は関雲長と申す者。これも何かの縁、以後お見知りおきくだされ。俺は燕飛と張飛ってんだ。別府氏には自信があるぜ。ま、よろしくな。今は黄金の夜、俺たちの天下だ。邪魔する奴に容赦はしないぜ。黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。飛んでけ。やべえ、ここはさっさと逃げるに限るぜ。敵将を討ち取ったぜ。このくれは朝飯前よ。みんな安心してくれ。この村を狙った黄金、そなたらはあの子な。Go!
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。えい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ご入り用で。またお待ちして。
出資ご苦労。世を乱し人心を惑わす者を放っておけん。黄金刀の領収胸郭を打つのだ。天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。黄金刀の奴らが町中に。誰か助けてくれ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。練り直しだ。敵将を討ち取ったぜ。さすがは欲得よ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なんという強さ。ここは引く。敵将を討ち取ったぜ。よくやってくれた、欲得。総崩れになるなんて、これ以上は無理だ。撤退するぞ。ああ、ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。このくれは朝飯前よ。さすがですな。俺の活躍の場、残しといてくださいよ。今更あがこうとも無駄よ。行け。
蒼天の獣を打ち放つのだ。いつまで持ちこたえられるか。天狗が来てくれれば活路も開けようが。戦費の柿郎様より伝令、黄金島の妨害で進軍できないとのこと。頼みにしていた戦費も来ない。このまま死を待てというのか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。飛んでけ。ここは捨てるしかないか。聴覚様、あなたを信じております。これはこれは、いつもながらお見事ですな。突破されれば花病殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。このくれは朝飯前よ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。金のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で軍に乗るよって。すでにお前は我が父中、私の罠に翻弄されるがよい。さすがは欲得よ。私の命運はここまでか。いや、天の過去が荒うことは。しかし暴れよって、わしの計画が台無しではないか。決勝打ち取ったぜ。このくれは朝飯前よ。見事な武勇の褒美はちゃんと弾んでやるぞ。よくやってくれた欲得。よし、ここで防御体勢を取るのだ。抜けてこの方についていくぞ。
ところで終わりかよ。もっと暴れたかったぜ。敵将撃ち取ったぜ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。この俺様がまさかこんな奴らに負けるとは。助けていただきありがとうございます。このご恩は忘れません。このくれは朝飯前よ。まさに立つべし。本部ども、縁の奇跡を見よ。えい、縁の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。おお、天よ、我に力を授けたまえ。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。敵の足場を崩し戦意を損。ぶっ潰してやら。再起が破壊されるとは。これでは電力を出せん。その天の獣め、私は苦しむよ。天はお許しにならんぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ。流言。高僧さん殿。
そんなに怯えなくても立って食いやしねえよ。キョロキョロ辺りを見回してたが、もしかして道に迷ったのか。連れて行ってやりてえのは山々だがよ、俺も居候であんまりこの辺りに明るくねえんだ。悪いな。大丈夫です。ありがとうございます。私、町に出るのが初めてで、人が大勢いるのに驚いてしまったんです。は、初めてだ。おめえどんな生活してんだよ。どんなと言われましても、ずっと家の中で過ごしています。外は危ないので出てはいけないと言われて、でもどうしても一度自分の目で見てみたかったんです。はあ、おめえいいとこのお嬢様なんだな。家のやつの言う通り、外は危ねえことだらけだ。散歩はその辺にして、さっさと帰るこった。はい、ありがとうございます。見た目は少し怖いけれど優しい方。あ、お名前を伺い忘れてました。いつかまた会えるでしょうか。劉備、可否城は水攻めで落とすが調整。閣下殿と俺で必ず成功させます。水攻めか。さすが閣下と準優よ。みな、この戦にて両フラを打ち果たすぞ。何かしたか。初めての町で右も左もわからない私に優しく声をかけてくださいました。あの時初めて外に出てとても怖かったんです。だから本当に嬉しくてほっとして。それだけで俺を追っかけてここまで来たってのか。まったく呆れたお嬢様だぜ。だがそういうひたむきさは嫌いじゃねえぜ。おめえなかなか面白いやつじゃねえか。面白い？私がですか？そんなこと初めて言われました。本当に何でもかんでも初めてなんだな。まあいいけどよ、気が済んだんなら早いとこ巨匠へ戻りな。家の奴らが心配してるだろうしよ。でもまだ一人で帰るのはちょっと不安で。上海に来た時は知っている人についてきたので大丈夫だったのですが。ったく仕方ねえな。俺の手が空いたら送っていってやら。それまでここを出るんじゃねえぞ。本当ですか？ありがとうございます。あなたはやっぱりとても優しい方なんですね。よせ、優しいなんざ言われ慣れてねえんだ。照れるじゃねえか。
皆の者よく聞け。おう、いたずらに帝を名乗り世を乱すなど断じて許すわけにはいかない。ずっと思ってたんだがよ、一体おめえは何者なんだ。私は加工機と申します。曹操様に仕える加工園の姪にあたります。何だと？俺たちにつきまとって監視してやがったのか。 いえ、そんなつもりはありません。私はただ。もう十分外を見て気は済んだだろう。とっとと巨匠へ戻りな。戻りたくありません。巨匠に戻ったらもう家から出られないでしょう。あなたにも二度と。俺たちは曹操に助手を叩き出されたんだ。俺はともかく他の奴らがおめえを見たらどう思うよ。それは。お嬢様はお嬢様らしく都でおとなしく暮らしてな。まあ最後に無事な姿が見られてよかったぜ。あ、待って。来るんじゃねえ。次顔見せたら承知しねえぞ。やはり関羽様は曹操のもとにいました。何？曹操の配下になったってのか。気持ちを伝えたくて。私が皆さんについて行ったのは外の世界を見たかったからというのもあります。でも一番の理由は違うんです。ただ張飛様と一緒にいたくて、離れたくなかったから。おいおい、おめえ気は確かか。俺なんかのどこがよくて。どこって、そんなの選べません。とってもかっこよくて、優しくて、もじゃもじゃのおひげが可愛くて、全部素敵です。バカ野郎、急に何言ってんだおめえは。しかも優にこと書いて可愛いだ。ごめんなさい、でも本当にそう思うんです。箱入りお嬢様かと思いきや変な娘だぜ。俺なんかがいいなんてよ。俺と一緒になったらきっと大変な目にばかり合わせちまうだろうぜ。後悔したって知らねえからな。え、じゃあ。何言ったってついてくるんだ。近くに置いとく方が仕方ねえだろ。張飛様、嬉しいです。ふつつかものですがよろしくお願いいたします。ふっ、俺の方こそよろしく頼むぜ。兄者、曹操軍はすでに突破。皆、助手の指示に従え。
力を合わせ宗神を撃退。今は逃げをせることが勝利って。河口へと急ぎましょう。私を慕ってくれる民がこれほどまで。ならば何としても曹操から逃げ切らねば。真の三国無双だな。張飛か、貴様一人で俺たちの足を止めるつもりか。そんくれえへでもねえってんだ。この英気と張飛の本気見せてやら。加工度に張量まで。それでは橋を塞ぐどころではありません。死ぬ気で守れ。おめえら一歩下がるんじゃねえぞ。長子様、ご無事でよかった。私も一緒に戦います。いいか、おめえは先に逃げろって。その来てくれたことは嬉しいんだよ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵を打ち取ったぜ。長子様、やっぱりすごいです。負けてしまいました。シャニムニアがきょるわ。不覚を取る前に引いておくとしよう。窮地か、貴公の部を研ぎ澄ましたか。ここは引かせていただこう。奴らの追撃は一旦止んだみてえだな。盾持ってこい。橋の上を塞いじまうぞ。よっしゃ、こんなとこだな。これで曹操軍の連中は橋を通れねえだろうぜ。このくれは朝飯前よ。よくやってくれた、よくとく。しまいました。
めだやめ、こんなのやってられっかってんだ。すごいっすね、輝いてますぜ。おお、素晴らしいご活躍。お主の加勢、心から感謝する。これで私は過去へ向かうことができる。このプレーは朝飯前よ。純勇の読みは正しかったな。ここで劉備らを打ち果たすぞ。私が死での調べを奏でて差し上げますわ。さあ覚悟なさい。自分は総思考、戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。これは参った。うっかり追い詰めて死力を出させたかな。敵将を討ち取ったぜ。あるまい。このような仕打ちを受けると悔しいですが、今は引きますわ。ここが諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができたな。曹操もここまでは深追いしないはずです。体制を整え、側近殿との命に備えましょう。厳しい道のりでは。一つ問おう、我領。
孫権殿は命に。曹操との決戦はそこまで迫っている。皆に押され漢中王となった。その祝いの席に張飛ももちろん参加していた。兄であり長年の仲間である劉備が王となる、それは張飛にとっては悲願と言ってもよかった。だが彼の胸には言いようのない寂しさがあった。兄者の邪魔しちゃいけねえな。よくとく、そんなところで寝ていたら風邪をひくぞ。兄者のおっしゃる通り、返せよ、よくとく。なんで、兄者たち、宴はどうした？気づいたらよくとくがいないのでな。軍長と共に探しに来たんだ。兄者。我らがこうして三人きりで会うことも、めったになくなった。ここは一つ、桃園の再現としよう。我ら義にて結ばれた三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん。天の世を目指して。おー。